では、今日のゲームハイライトで振り返ります。今日の先発は千賀、ここまで4勝0敗。まず立ち上がりです。この後1塁から太田大志を空振り三振、1塁ランナーで西川出ていましたが、これ牽制でアウトにしました。まあ、足場もちょっと悪い中の西川でしたけどもね、うん、フォアボールでしたしね、というところで、こういう試合先行でもありましたのでね、よく3人でねこれ切りましたよね、はい。一方ファイター先発も上沢ということで、今日は開幕投手同士の対決になりましたが、ワンアウト2塁から今宮センターフライ、冒頭でランナー3塁へ、デスパイネフォアボールで1、3塁、バッター増田というチャンスを迎えましたが、ここは落ちる球で三振、上沢も0点で終わりました。2回です。バッター中田翔、ここは詰まったライトへのファールフライ、中軸を迎えていましたが、ワンボールも三振、それから渡辺もライトフライ打ち取りました。2回三者凡退というピッチャー千賀。ファイターズ上沢3回です。1番の鎌本を詰まらせてファーストファールフライ、これから周東も三振、まあ、2人とも非常に安定したピッチングを途中からしていました。持ち味をねしっかり出してましたからね、特に今のインコースのストレート今日は良かったですね、はい。その中で4回です。ワンアウト2塁でバッターワンボール、この逆方からバッティング、唯一ストレートをしっかり捉えられたというところですよね、はい。1対0ファイターズが先制しました。その直後4回の裏、ツーアウト満塁とホークスもチャンスを作ります。そしてバッター甲斐、なかなか一人で切れない中、9球目ここも打ち上げてライトへのファールフライ、チャンスを生かせず無得点、粘ったんですけどもね、ここで雨が強くなって1回1時間の中断がありました。相当砂も入れるなどの作業をしました。そして1時間の中断明け5回です。まず千賀がいいスタートを切りましたね。3者連続三振ですよ ね、もう一度気持ちの持っていき方であったりっていうのが難しかったんでしょうけどもね、見事でしたよね、はい。中島拓也、西川、太田を3者連続三振、逆に入ったズワサノーはワンアウト2塁としてしまって、今宮がレフト前ヒット、もう3人1回ストップかかったんですが、送球が大きくそれました。それを見て改めて鎌本がホームへ、これで同点1対1になりました。その後上沢に冒頭があったランナー3塁、ワンアウト3塁からデスパイネがライトへ勝ち越しと犠牲フライ、ホークスこの回相手のミスもついて2対1逆転に成功します。千賀は7回のマウンドはワンアウト1塁、バッター西川、ここでアウトのいいボール三振、そしてランナーもスタート切って2塁ランナーもアウト、勝てるピッチャーの締め方ですね。そして8回からは継投入れてモイネロが、こちらも次は三振取って、こちらも盗塁失敗、盗塁失敗がまずあって、その後杉谷は三振、結果3人で抑えました。そして最後9回です。森が今日1点差の場面でしたが、危なげなかったんでしょうか。もう安定しましたね。平沼は最後レッドライに取ってゲームセット、2対1でホークスが逆転勝利を飾りました。千賀がハーラートップ対5勝目をマーク、そして